何度も言ったけど、そういうことに興味はない。学者を呼ぶとき、毎回相手を間違えるのをやめてほしい、指揮者。おや、そうだったの？私から見て二人は同じだけどね。しかし、二つの人格を間違えるとは、砂糖と塩に違いはないと言ってるみたいだよ。ありえない。だが、それが私、狂気と混沌に満ちたビルビー。来訪者、私たちを助けて。今のは、これで全部なわけがない。ビルビー、やっぱり私を騙したのね。いや、今はそんなことは気にしてる場合じゃない。もしこれが彼女の言う思考を通り抜ける方法なら、私はもう最後の道にたどり着いたってことよね。してる間、お前はよく店に来てるみたいだね。どう？なかなかいい品物だったでしょう。
私に服従しなさい。シドリ、バッカン。さあ、お前の決断を、お前の怒りを見せてくれ。すべてを燃やし尽くせ。この岐路は踏み込むべきではない。メイ。アポニア、やっぱりあなたなのね。今回はあなたの言いなりになんかならないわ。つまり、私が見たあの日は、結局、来てしまった。ということだね。では、最後にもう一度。私の行為を許してほしい。私はあなたに本当の戒律を与えなければならない。無数の理想を踏みにじり、僕のせいで消えた命もたくさんあった。君に同じ意志があるのはわかる。まだ弱いが、君も決して失敗できないんだ。律者を倒すことは英傑たちにとって難しいことではないが、それを目標とした後継者はみんな失敗した。君がそうならないことを祈っている。
私に服従しなさい。シノリ、バッコン。救世は簡単なことではない。時に人一人を救うことすら難しい。だがそれは諦める理由にはならない。異物がしぼんだとしても己が踏み間違えたことに気づかないの？では友人までもがあなたの元を離れたら、その妄念は消えてなくなるの？私に服従しなさい。この瞬間を永遠に覚えておくわ。これは真相を探す獅子になる。私に服従しなさい。シノリ、バッコン。さあ、お前の決断を、お前の怒りを見せてくれ。すべてを燃やし尽くせ。
なるべく君を見るようにする。リツシャ、君がそれだけではないことを願っている。戻りなさい。あなたは自分自身の運命に深入りするべきではない。かつての私もあなたと同じように運命の糸に動かされていることを信じたくなかった。でも私の見たもの、得たものは結局なくなってしまった。私は今のあなたのように一人ぼっちになった。雷鳴の時、
行きましょう。行動開始。行きましょう。行動開始。この剣を雷光にして。力を解放するんだ。この傲慢な世界と殺し合おうぜ。喋ってるから外はうるさい。一人でいるとき友達は喋らないから静かで好き。私に服従しなさい。この光はあなたのために捧げるわ。私に服従しなさい。
もういい、ライデン・メイ。もう十分だ。ここで立ち止まりなさい。まだ最後の境界線を越えていない。私が引導を渡す前に戻るチャンスはまだある。この地に足を踏み入れた者はあらゆる希望をなくす。戒めはここで終わりにする。ライデン・メイ、一体何があなた様をそれほど無様な結末に落としたの？アポニア、よかった。あなたがここにいるのを見てかえって安心したわ。私の最後の疑問がようやく解けたわ。私の指揮と指針の書へと向かうことはやはりつながっている。いえ、むしろ同じことだった、はあ、やはり私の苦心を理解できないの？私たちを守ってくれるのはむしろ制約の方。人々は全貌を知らないまま生きていく。未知に対する渇望は一つの時代を終わらせた。あなたにはその道をたどってほしくないの。そんな曖昧な表現はしなくていいわ、アポニア。ことの本質はそんなに複雑じゃない。事実、あなたは私の運命なんて見えてないんでしょ。予言の真意は指針の書の秘密を探る人を許さないことにある。私のように境界を越える人がいたら、あなたは必ず相手を撃ち落とす。でもそれはあなたが言ったように避けられないわけじゃない。あなたが古の楽園でどれほど特別な存在だとしても、私は運命を信じないようにあなたに勝てないことも信じない。撃ち落とす、なんて適切な表現なのでしょう。あなたは鷹のように高く飛んで星々の間に巣を築く。でも私はあなたを落とさないといけない。私がそうすると知りながらどうして危険な真似をするの？私は楽園で多くの時間を費やしてきた。だからどうしてもやり遂げなければならない。勇気と決心を持って己が認めないあらゆるものに全力で抗う。なんという精神。まるで人類自身のように偉大で、人類の行為のように何の意味もない。残念だけどメイ、私はやはりがっかりした。私は運命が見える唯一のもの、それと抗える唯一のものでもある。それ以外の者たちがその運命に抗うと思い込んでいる行為は、知らないうちに運命に従っているだけ。ただあなた様なら楽園に変化をもたらすと思っていたけど、事実は真逆だった。だから
私はああいう探りを終わらせた。あなた様を正しい道へと送る前に、その過ちを指摘しなければならない。運命が見える。その中に隠さなければならない部分があるけど、それは嘘ではない。あの光景を見せられないのが残念。でもあなた様の運命は今日この地で終わりを告げる。それは確かだよ。というよりあなた様と私の運命は交錯し始めた後、どちらも途絶えた。その後の方向は何も見えない。あるのは沈黙だけ。原因がわからないから私は気になった。気になったから私は中に入ることを選び、この瞬間に答えを得た。あなたはここで私を殺すつもり？そうでもない。メイの存在を抹消するか、あるいは古の楽園を抹消する。後者は私だけができる。けどまだそうしなければならない理由がない。メイ、運命はここまで進んだ。他に選択肢はないよ。どうやらあなたはもう一つの可能性を忘れてるみたいね。アポニア、もし私があなたを抹消したらどうする？それがまだ言い出せてなかったもう一つの過ちだよ。メイ、あなたの知っているように最初私は運命を変えようとした。でも失敗した。運命は避けられなかった。その後私は戒律で人々を変え、彼らの行く道を変えようとした。でも失敗した。人間の本性は変わらなかった。最後私は人類を隔絶した個体にしようとした。互いに影響せず、たとえ結末は避けられないとしても幸せになれると思ったんだ。でも失敗した。人類は孤独に耐えられなかった。あの時私はあらゆる希望を諦めた。あなた様と同じように私は何も変えられなかった。でもね、メイ、あなた様も生死の狭間をさまよい、それでも理解しなかった。あの瞬間が来るとき、人間は生死を諦め悟る。あなたまた新たな方向性を見出した。その通り。死が訪れる前、私はあることを思いついた。可能性がないから試すこともしなかった。ある方向を。もしもある世界で私が天地となり運命自体になったら、私はまたあの頃のように無力になると思う。あなたね。さあ、全ては決まった。とはいえ、それでも私はあなた様のために祈る。最後のチャンス、戻りなさい。役に立たない好奇心を抑えなさい。
知識を求めること自体ここまで。メイ、どうしてもそうするというのなら私がその岐路を完全に断ち切りましょう。その執念でさえ戻れぬ一環なのか。私に服従しなさい。これは私が見えない方がいいと思った理由。一刀両断！吠えなさい、クリカラ。束縛があなた様の理性を呼び戻せないのなら、私は痛みを与えるしかない。ここにアポニアはいない。私は運命に意志を付与し、そしてその威厳に満ちた美しい名前を手に入れた。雷の律者よ、目を覚ませ。そして救いを手に入れよう。強風に私に服従しなさい。心を蹂躙する、そうだと思うのなら私も潔く認めましょう。あなたのせいぜ。これはグレーシュの贈り物。ビビたる、それは一人の律者が洪水の中で抗う醜い姿なの。これらの変更は許されない。雷鳴が。これじゃあまだ足りない。じゃあさぞかし私に会いたかっただろうな。渡りガラス。まあ、クラインを説得するのに時間がかかった。覚えておいてくれよ、お嬢様。今回のことはつけにしておくからな。あなたの負けよ、アポニア。私たちは本当に勝負のためにここに来たと思う、メイン。あなたはまだ信じて疑わないの？メイ、ようこそ。身をもって地震の書へ。さっきまでのことは最初から何もかも起こってなかったってこと？私はあなたを傷つけないと言ったはずだけど、
あの怒りもあなたの演技だったの。あなたの前でそんな失態を見せるわけがないでしょ。けどそれは幻覚ではなく本物の未来。今武器を手に私に近づくとあなたが見たものは再現される。もう一度経験したいというのなら私は止めたりしない。つまり結局私は罠にはまったわけね。あんな簡単なやり方で起こりうるあらゆる不足を防ぐなんて、あなたの勝ちよアポニア。さっきの戦闘で私はかなりの力を消耗した。ただの幻覚にしてもあまりにもリアルだったわ。同じことがもう一度起こったら。そう言わないでメイ。私たちは勝負のためにここに来たわけではない。あれらの布石も確かに私の予想を超えていた。何のこと？先ほど空に現れたあの絵はグレーシュによるものでしょう。そういう形であなたの一部を戦闘の中に注ぎ込む。それも計画だったの？計画じゃないわ、偶然よ。私はただ彼女との約束を果たしただけ。私もあの瞬間に何があったのかを理解したの。これはただの偶然。どれが欠けていてもああいった状況にはならない。私はそこまで器用に計算できるタイプの人間じゃないもの。そうならよかった。私に勝って殺したとしても構わなかったけど、あの子を利用するのならたとえ私の本心あるいはあの子の期待を裏切ることになるとしても、後世のために一人の律者を消すしかない。ほら、そうやってメイが正直に話すことであなたを止めることは簡単になったでしょう。ただの冗談だからそう緊張しないで。私たちは敵同士ではない。あなたにもわかるはずでしょ。まだ疑っているのはわかっている。私は確かに常人とは異なる才能を持っている。でもメイの考えた通りにあなたに関する予言は一つの試す行為に過ぎない。結末は近づいている。メイ、どうして踏み入ることにこだわっているか教えてもらえる？少なくとも私が行動を開始した時はその予言の真偽を疑っていたわ。けれどそれと同時に私は別のことを確信した。エリシアがあなたの過去を教えてくれた時にね。たとえすでに決まっている結末が見えたとしても、その過程は変えられるんでしょ。あなたにとって結果はさほど大事ではないの？きっと変えられると信じてるから。変えられないとしても私はその結果にたどり着くまでの過程を自分で決める。私と仲間は長い間策略の中で踊らされ駒のように扱われてきた。誰かに支配されることは運命に支配されることと何の違いもないと私は思う。変えられない結末はあまりにも多い。でもそれ以前に私にできることだって少なくはない。そうした結末は全く違う意味を持つはずだから。メイ、知っている？昔同じ言葉を私に話してくれた人がいた。あの時彼女も同じように
何のためらいもなく決められた結末に向かって走っていった。最初から最後まで私は彼女の運命が見えなかった。だから何か転機があって彼女は私の知らないやり方で私のできないことを成し遂げたのだと思ったけど、あなたも知っているように結末は変わらなかった。あの輝かしい文明も今となってはされきすら残せなかった。それであなたはこの古の楽園で答えを探すことを選んだの？いいえ、私はあの人の全てを覚えることにした。神様からいただいたこの才能であの人の命が私と交わる瞬間をすべて記録し、長い時間の中で細かく閲覧する彼女の生き方を、戦い方を、泥の中で進み、茨の冠をかぶり、着飾り、自身の最後の宴に出席する彼女を見た。その人生の中で私は自身が見逃したことに気づいた。何に気づいたの？今の私たちのようにあの日彼女は私の前で自身が10日後に死ぬ運命を語った。そして14日後、エデンが彼女のために用意した新しい衣装が完成した。彼女の目には喜びと期待の色があった。16日後にはケビンの誕生日。彼女は歌いながら最後のプレゼントを送った。そして彼女はあの言葉を口にした。わかるでしょ、メイ。あなたたちは最終的に同じ選択をしたの。未来は変えられなくてもたどり着くまでの過程は自分で決める。感服せずにはいられないけど、そんなどうしようもないことが本当に己の身に起こった時、あなたはまだ平然としてそれを言える。私にはわからないけど、その前に前へと進み続けなさい。私と不確定なことについて語るより、あなたの同類に会うべき。あの人はこの10日間あなたの仲間だったんでしょ？見計らったかのようなタイミングで私をこの試練へと導いた人。ええ、やはり彼女の言ったように、メイは誰も失望させない。あなたはずっと古の楽園の存在意義を、本当の指針の書に守られた秘密を探し求めてきた。第13律者の居場所、そこに行く資格をあなたは持っている。第13律者、資格。今までのあなたは彼女のために私を試してたの？私にも市場というものがある。それだけだよ。私はずっとあなたのような人を待っていた。
そして今、私の願いは叶った。行きなさい。彼女はあなたを待っている。もう一つ質問してもいいかしら、アポリア。どうぞ。さっき私たちが戦った時に語っていたことは、あなたの本音なのよね。ああいう憎しみがあなたには。肯定的な返答をしたら、英傑に対するあなたの信頼がなくなるかもしれない。けど、グレイ氏の代わりに礼を言うことにしましょう。そう。私は最初から最後まで人類に対して悲観的だった。私にとって一部の人間が世の中から抹消されることは彼らにとって当たり前の結末だから。でもあなたは主観的な悪事に手を染めなかった。私はあなたとは違う、メイ。彼女が離れたことは私に家庭の意味を認識させた。だけどかつての私が証明してきたように、人間は変えられない。今でも、私は結果を重視している。でも、それは、私がみんなに行った解放とは矛盾していない。否定の心で抱擁することも、抱擁と変わらない。私が特別なわけでなく、隠していないだけだよ。私にとってヒーローとは高潔なものでありながら卑劣なもののために命を犠牲にする。自分の守るべき相手の中に憎み憎まれる存在がいると知りながらも立ち向かわないといけない。それに対して不満を抱いてるみたいね。私はヒーローではないから。ただたまに誰もが救われる必要があると、そう信じたい。さあ行きなさい。私がした可能性の話を覚えている？私が保存したあれらの瞬間、ここで唯一伝承される価値があるものは、間もなく再び光明に巡り合うでしょう。ではこの古の楽園も最後の運命を迎えることになる。しばしのお別れをしましょう。私の前で世に存在する造物はない。永劫不滅な何かがあるとすれば、それは私の中に沈んでいる。最後の扉を開けるといい。高潔で純真な魂、ようやくここに来たのね。ではもう一度自己紹介をするわ。火を追うが第2位、神河のエリシア。もう一つの肩書きはすでに分かってるのよね。けど本当の意味で第13律者の前に来た時ね。え、気分はどう？自分の運命と向き合うと決めました。
構わない。疑問があるなら話してみるといい。面と向かって私に対する悪意を吐き出す人はたくさんいた。悲しいけど慣れることはそう難しくない。そう、それはメイや他の人たちを未知へと向かわせたくない理由でもある。垣根を越えた代価、それは事故と犠牲による目覚ましい成果だから。おそらく根本的な理由は、人間は意識の存在を過大評価するのに時には過小評価するからでしょうね。戒律の最終的な表現は内容にもよるけれど、誰かを制限するための壁ではない。体の機能に影響を与えることすらできる。生きたいという強い欲求の他に、普通の人にあるはずのない回復能力を手に入れる。致命傷を受けたとしても少し長く持ちこたえるの。もちろんそういう能力は融合戦士の持つ特性には遠く及ばない。結局それは人体の潜在能力に過ぎない。ある方向が確立されたら、その後戒律は極限へと向かわせられる。だから火を追う側はそれを重要視し、彼ら自身の意志で多く使用できるようにした。彼らはそれを神音と名付けた。いい名前でしょ。そう、彼女は希少な成功者。あなたが推測したように、戒律がもたらしうる影響は、どれほど優れた想像力があったとしても完全に予想はできない。そして心音はある角度からすると、わざと制御者を捨てた産物とも言える。不和より前にそのせいで誕生した異類は数えきれないほどだった。そうする立場を私は持っていなかった。だけどどうか信じてください、メイ。何があっても私たちがそうした動機は、人類を深淵から救いたいからだよ。ええ、能力を使っていない。この件に関してはあなた自身に判断してほしかったから。そういえばまだ質問していなかったね、メイ。あなたは自分の未来に好奇心を抱く？もし自身の運命を記録した本が目の前にあったら、あなたはそれを開く？そう？確かに以前私は相手の運命が記されている本を
たくさんプレゼントした。ごくわずかな人たちがそれを貴重な贈り物だと感じてくれたようだけど、ほとんどの人は苦痛だと思っていた。結果を気にしない人は多少いる。メイ、あなたにも似たような気配がある。なぜなら、その本は彼らに大事な分岐点を教えた。ならば、その過程の中で彼らは慰めを手に入れられる。まだ数十年の寿命があると知ったら、翌日に危険な任務があっても心配しないでしょう。あなたは最初から疑いを抱いているから、それも自然だと思う。けど結果を知ったとしても、勝手気ままに振る舞わない方がいい。私の贈り物をもらって、死の心配がなくなった結果、任務で油断して最終的に数十年間も体が不自由になった人もいたから。まさか他人に苦痛を与えることを私がするはずがないでしょ。私を信じてください。それは優しい教育、それだけだから。戦場に行くことを指しているのなら、確かに得意ではないよ。精神感知型は戦闘に関しては弱い。私たちには他にやるべきことがある。ええ、スー、彼は無意の道徳に反対し、精神感知型として地球にいながら終焉との戦いに参加した。私のように考えに考えて、どう死に場所を得るかを考えていなかった。しかし崩壊を目の前にして、本当の意味で局外に立てる人間はいない。私はただ違う道に進んだだけだ。それもその場限りのことでしかない。弱者を解放する、その行為の本当の意味は、私が正しい方法を見つけるまでできるだけ彼らが遺憾を抱かず死に直面できるようにすること。だから私が唯一己の能力を乱用する状況になった。一部の人が結末を迎えるとき、私は彼らの一生分の苦痛を抹消する。完璧な人生だったと彼らにそう感じてもらえるように。事実上
記憶は唯一所持できるものだよ、メイ。他人のものでも、自分のものでも。もし、メイにそういう意志があるなら、私は、あなたをどんな存在にでも変えられる。何せ、すべての人の記憶の中で、あなたがそれを成し遂げたのなら、事実そのものになるから。私もそう思う。でもメイ、この世にいるほとんどの人たちが望むことは、あなたの想像よりもずっと少ないの。彼らは世界の真理を求めない。自分自身が何かを変えられるわけがないと知っている。彼らはただ、死ぬ瞬間に誰かに抱きしめられたいだけ。変化に関しては、私も同じように無力だけど、少なくとも、私にはそういう些細な願いを叶えてあげられる力がある。ええ、どういうタイプの話が聞きたい？長い間期待を寄せられ、全力を注いだもの？それとも、窮地に陥った、絶望に満ちた、わがままなもがき？では、後者はまた、後の機会にしましょう。あなたの誤解を深めたくはない。私自身、自覚はないけど、あの頃の私は、あまりにも極端で、残酷さすら感じると、多くの人たちがそう思っていたから、前者に関しては、同じようにはっきりしない。最初、私も原因を変えることで、結果に影響を与えようとした。それが私の最も失敗していた頃とも言える。スーとはこの話をしたことがある。結末が変えられないのは歴史の過程による法則。一度あることは二度ある。人類はそれを繰り返すと彼は考えていた。当時の私は彼を否定する根拠がなかった。だから私は人類自身を試すことにした。ええ、だけどその試す行為も最後は失敗に終わった。その後、私が試した他の方法はただのもがきとしか言えないかもしれない。やはりその話はやめましょう。本意ではないけど、私は多くの人を傷つけた。悲しませるかもしれないけど、メイ、あなたも私が解放したい弱者なの。私は試したけど何も変えられなかった。それでも私はできるだけあなたの結末を円満なものにしたい。
メイ、こちらにおいで。怖がっている小動物みたいな顔だ。では、そばに来てください。あなたがそれを受け入れることは決まっていたから、私は余計な間を取り除いただけ。さあ、手を出してください。一つの象徴。私が戒律を手に入れたばかりの頃、この能力を使うたびに相手にこういう指輪を送ってきた。その上には与えた戒律が刻んである。私は形を大事にしているから、どの戒律も己の身に与える印であり、自分を思い出させるためのマークでもある。しかし世界が壊れていくにつれ、ますます頻繁に戒律を使うようになり、私でも面倒になることがあった。いいえ、メイ、あなたには本当の戒律を与えるつもりはない。現実で生き続けなければならない相手にとって良くはない行為だから。この指輪に関しては、私が自分に戒律を与えた時に作ったもの。あの時の束縛は今あなたに対する祝福でもあるから。メイがその気なら、試してみるといい。脅しではないよ。本当にそう思っているから。何？